はいどうも皆さん、こんにちは。えー、今回はですね、少し前に新日本プールスさんの方から、まあ、突如ね、 え、発表されましたニュージャパン魂。え、魂って一体何なんだって話なんですけど、ま、これ簡単に言ってしまうと、ま、そのニュージャパンストロングの、え、ニュージーランドバージョンかなというふうには思ってますね。で、この魂の、そのデビュー戦ではすでにバレットクラブメンバーの、え、ケンタ選手とか、石森選手とか、あと、ま、ファレ選手をね、え、参戦が発表されていると。では、果たして一体、このニュージャパン魂っていうのはどんなコンセプトになっていくのか、そして、え、その中心人物ともね、え、言えるファレ選手の、ま、知られざるね、 えこう新日本プレスに対する思いとか、あと日本に対する思いとか、ファレ選手ってその国内だけ見てたら、なんかあんまりこうリングにも上がらないし、こうなんか目立つ印象がないんだけど、実はファレ選手のこう新日本プレスに対する貢献度が凄まじいとか、そのあたりの話をね、今回はしていきたいと思います。ぜひね、最後までごめんなさい。そこで本題入っていきましょう。はい、で早速本題なんですけど、今回ですね、新日本プレスさんが突如発表したこうニュージャパン魂。はい まあ、この魂に関してはですね、えー、ファレ選手もコメントを出してまして、これファレ選手のコメントを紹介しますと、まあ、かつてね、えー、ここは、えー、世界で最も人気のある、えー、プールス地域だったと。もうオセアニアには、えー、多くの才能がいて、えー、新日本のブランドをね、えー、この地域へ展開することは必然的だったと。えー、これからの展開が、えー、今から楽しみだと。 いうようなコメントされてまして、大張社長というのもですね、今回の魂に関しては、大変長らくお待たせしましたと。オーストラリアでは3年ぶり、そしてニュージーランドでは実に6年ぶりに新日本プレスがやってきますと。 プーレス内外で活躍するトップレスラーを見れば分かる通りこのオセアニア地域は有能な人材を発掘し育成するためにベストな地域の一つでありコンタクトスポーツをね愛する多くのファンの方にも恵まれた環境ですとニュージーランド道場の設立や今回の大会開催は新日本プーレスがね世界戦略を再始動し加速させるためにね重要な意味を持っています。ぜひご期待くだ ということをこの社長自水がコメントを出しているとおりやっぱこの魂に非常にこう期待をね、えー、していることを思わせるコメントを両者が出しているわけなんですよ。 で、このニュージーランドといえば、実はですね、新日本プールスにも非常に馴染み深い選手が数多くいまして、例えば、まあ、今回のバットラック・ファレ選手とか、あもタマトンガ選手とか、ノビー・イーグルス選手とか、あとそしてジェイ・ホワイト選手ですよね。それとあと現在のヤングダイヤの中島選手っていうのも、一回入門テストに落ちた後に、このファレ道場ですよね。ファレ道場に入って、 もう見事に、ね、国内のデビューを決めているっていうふうに、まあ、言うまでもなくもう超有料外国人選手たちが多数在籍している実績があると。 やっぱこのニュージャパン魂をきっかけに、さ、ま、ら、あ、なるね、オーストラリア地域の未知なる原石というものを発掘して、将来の新日本のエースになるべき選手たちが現れることを期待したいと。そして、今回の魂ってことなんですけど、これファレ選手の実は腕にもね、タトゥーでこう侍魂って文字が刻まれているように、やっぱ明らかにこれバットラックファレ選手が、まあ、主体になっていくことが予想されるかなというふうには思うんですよ。 でまあ、そんなファレ選手なんですけど、まあ、正直最近のこの、最近ファンにやった方からすると、そのバトラック・ファレ選手の印象って、まあ、そのリング上だけの印象で言うと、正直今はそこまで注目されるような選手ではないのかなというふうには思うんですよ。 このファレ選手っていうのは、もともとこのプリンス・デビット選手のバウンサー、用心棒として外戦帰国して、その時は本当バレットクラブの、まさにほんと一番古いオリジナルメンバー、デビちゃんとファレ選手の二人が本当に元祖バレットクラブメンバーって言ってもいい、二人のオリジナルメンバーとして参加したと。でそこからは、 まあこう一時期はね、中村選手を破ってインターコンチネンタルゴーツ獲得したいっていうふうに、まあ、すごいやっぱこう、なんていうかな、活躍されていたんですけど、ただやっぱ有料外国人選手が、やっぱこう、どんどん新日本にやってきてる波とかあって、やっぱファレ選手っていうのはこうトップ戦線からどんどんこう引いていくことになるんですよ。でやっぱそういうことを見てると、やっぱこうリング上のファレ選手の活躍だけ見ると、なんか最近のファレはちょっと大きいけど、なんか満足に動けないし、なんか試合もそんなに面白くないから、なんかファレはもう落ち目なんじゃないかっていうふうな、 まあ声を結構聞くんですよで特に今はそのジョナ選手とかあのジェフ・コブ選手っていうのも特にでかくて動ける選手たちっていうのが増えてきてるのでもうファレはお役目ごめんなんじゃないっていう声を、まあ、正直ねちらほら聞くことあるんですよでそれを正直あの完全否定できないのが悲しいところであるんですけどただその個人的に僕はもう思うバットラック・ファレ選手っていうレスラーはなんかねもはやそういうなんかリング上同行という話ではなくて なんかもうそういうとはちょっと違うポジションに僕はもういるのかなとうう思ってるんですよ、それこそあのタイガー、ハットリー、レフリーのね、元レフリーの後を継いで、今、本当、アメリカ方面でも交渉人として大活躍されているロッキー・ロメロ選手みたいな、まあ、現役選手ではあるんだけど、どちらかっていうと、完全に裏方ですよね、裏で新日本プースを支えている存在かなっていうふうに思ってるんですよ。 やっぱ国内では特にそういう仕事ぶりって、まあ、もちろん目にすることもないし、聞くこともないから、すごい忘れがちではあるんですけど、このロッキー・ロメロ選手とか、あの、バットラック・ファレ選手の活躍ぶりっていうか、新日本ペースに対する貢献度っていうのは、え本当に僕は凄まじいの一言かなっていうふうに思ってますね。やっぱファレ選手がいなかったら、えもしかしたらジェイ・ホワイト選手っていうレスラーも存在していなかったかもしれないし、まあ、中島選手も今日本にいることはなかったし、えロメロ選手がいなかったら、そもそも禁断のサビアっていうものも開かれてなかったし、まあ、今回の AW とのこう AW との交流とかもなかったしっていう、本当に、やっぱこの二人が入ったことによって、今の新日本ペースのこの海外方面の活躍ぶりっていうのが絶対あるので、この二人の貢献度っていうのは本当になかなかこう目に見える部分ではないんだけど、すごいものがあるかなっていうふうには思ってますね。でまあそんな、バトラック・ファレ選手はですね、ご自身の、まあ、日本に対する思いとか、あとは新日本ペースに対する思いとか、あとまあ当時はね、こう、ファレ道場って呼ばれていた、そのファレ道場設立の経緯とかをね、話されていたので、最後にね、 え、そちらをちょっとご紹介していきたいかなって風ううには思います。まあ、ファレ選手っていうのはですね、その決して裕福とは言えないような大家族の中で生まれるんですよ。で、その当時からすごいやっぱこう体が大きかったファレ選手っていうのは、なんかこう向,向こうのそのなんか治安が悪いエリアで育って、なんかその喧嘩とかやっぱこの地元の中悪い人たちとか、あとギャングですよね。ギャングとも結構つ,、まあ、つるんでいたと。 もしこのまま行ってしまったら、まあ俺ももしかしたらそういうなんか悪い道にね、進む可能性が非常に高かったんだけど、でもそんなファレ選手っていうのが、こう19歳の時にね、まあ、ラグビー留学で日本にこう来日してくるんですよ。で、なんかその時も、同じね、同期の3人っていうのが、なかなかやっぱこう日本の文化に馴染めずに、やめていく中、ファレ選手っていうのは一人こうずっと日本に残ったと。 で、まあ、ラグビーデビューするんだけど、でもそこで、えー、ファレス選手には、こう、怪我をしてしまったことによって、そのラグビーから退団というか、まあ、もう引退をね、えー、余儀なくされてしまうんですよ。で、その時、ファレス選手というのは、一回故郷にも戻って、えー、向こうの会社員になるっていう道もね、えー、考えていたんですけど、まあ、とある縁っていうものがあって、えー、ファレス選手というのは、まあ、ニュージャパンをね、紹介されて、えー、こう、新日本プレスの入団テストを受けると。 で、その時に、当時ね、その現場監督だった平田淳二選手からですね、なんかこいつすごい体も大きいし、素材もいいし、なんか日本語もすごい堪能だし、じっくりせてみたいなっていう風な、なんかそういうやっぱり非常にこう好印象な評価を受けて、まあ、見事にこうファレ選手というのは、新日本入門を果たすと。 それからはね、もう本当、文字通り厳しいラングライオン4生活にも耐えて、まあ、ついにこうファレ選手というのは、えー、新日本プレスのデビューを果たすと、まあ、その後はね、まあ、永田選手が率いるこう正規軍に、ねえー、入ったりとか、その後はまあバレットクラブにね、えー、ヒールターンしたりとか、まあ、リング上で活躍されていくわけなんですけど、そんなファレ選手というのは、まあ、新日本プレスと2016年にね、えー、設立したこうニュージーランド道場をきっかけに、現役選手としてだけではなくて、そのコーチとか若手の育成に励むようになると。 でまあ、そんなファレ選手は、じゃ一体どういう思いで、そのファレ道場をやってるのかっていうことに対しては、やっぱこの新日本プールスっていうブランドを、えまずは世界に広めること、これがやっぱり一番の目的であると。 で、あとは、そのニュージーランドでは、やっぱ自分のような、こう、でかい体をね、えー、持っている人間っていうのは、なんか選択肢がラグビーしかないと。ラグビーしか行く道がないと。だからその自分のようにね、こう、日本に行って成功するチャンスを、他の人間にも伝えて、そういうチャンスをね、多くの人間に与えたいんだっていうふうな、すごいやっぱ熱い思いから、ニュージーランド道場に専念していって、まあ、それが今回こうやって、こうニュージャパンね、魂っていうものに、繋がっていったのかなっていうふうに思うんですよ。 はい、っていうふうにね、ファレ選手なかなかこう日本ではね、全くこう日本語解禁されないので、そもそもファレって日本語喋れるのっていうふうに思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、実はファレ選手ってもう日本語ペラペラのペラペラのペラペラのペラペラで、しかもこう新日本プールですと、あともう国境ニュージーランドに対するこういう熱い思いをね、秘めているファレ選手となんかバレットクラブメンバーが結構やっぱ WW 一体した時に、 ファレ選手っていうのは WW に勧誘されたらしいんですけどでもやっぱファレ選手っていうのは俺はまだ新日本プレスでやり残したことがあると日本でやり残したことがあるって言ってまあそういう撮影をずっと断っているっていうところから見るにもやっぱファレ選手ってすごいこう日本に対するまあリスペクトとかあと愛とかあと新日本プレスに対するその忠誠心とか貢献度っていうものが本当こうリングだけ見てると全く伝わらないんですけどやっぱそういう裏ではやっぱファレ選手って本当に僕は新日本プレスに欠かせないもう貴重な存在本当にファレ選手にしかできないことこのまあお世話に 地域のデスの発掘ってまずでファレ選手にしかできないことなんでやっぱそういうことを任されるっていうのはやっぱファレ選手のもう本当にずっと長く、えー、日本にいた日本にいて、えー、新日本プロスにねこう活躍されていたっていうやっぱそういう信頼と実績があるからこそ、まあ、今回こういうニュージャパン魂っていうものができたのかなというふうに思うんですよだから本当にファレ選手がいなかったらそもそも、えー、このニュージャパン魂っていうものもできてないと思うのでやっぱそう考えると ニュージャパン魂っていうのはバットラックファレス選手が作ったと言っても過言ではないかなっていうふうにも思います。本当にそれぐらい言ってもいいぐらいの本当ファレス選手の貢献度はマジで凄まじいの一言。本当ドッキー・ロメロ選手に引きを問わないぐらいのものがあるかなっていうふうにはちょっと個人的には思ってますね。 はい、というふうにね、まあ、そんなね、まあ、バレットクラブのアンダーボスとして、そして、えー、新日本プレスをね、こう、裏から支える、まあ、バウンサーとしてね、まあ、今後もファレス選手のことを僕は応援していきたいかな、というふうには思いますね。まあ、できればね、こう、リング上でも活躍してほしいんですけど、まあ、多分ね、このニュージャパン魂できたことによって、まあ、それこそその、ストロングの方の柴田選手みたいな、そういうコーチとかの方にね、え、今後ファレス選手は専念されていくと思いますので、まあ、そっちの方もね、え、ぜひ頑張っていただきたいな、というふうに思いますね。で、できればね、どこかでね、あの、ファレス選手の日本語をね、あの 聞いてみたいなっていう思いは僕結構強いので。 まあそこもね、えー、いつかね、聞きて、きまあ、そこもね、いつか期待しながら、えー、今後もね、ファレス選手並びに新日本プレスをね、えー、見守っていきたいかなっていうふうには思っております。ということで、今回のお話は以上になります。のこのんな感じで、えー、新日本プレスに対するね、この情報なんかは動画をどんどん発信していきますので、ぜひね、チャンネル登録と高評価の方どよろしくお願いいたします。あと、僕に話をしてほしい。リクエストありましたら、えー、YouTube のコメントあるいは Twitter の DM にね、送っていただきますと、動画あるや、ブログの方でね、えー、返答させていただきますので。それと少々お待ちしておりますので。どっちかというと、まあ、Twitter の DM の方がよく見てます。ということで、今回のお話は以上でりますで Yo!